折り紙で作るあやめの花、3種類の方法をご紹介します。ちょこっと見える黄色いところ、色鉛筆で塗る方法は前にご紹介いたしました。今回は折り紙を使う方法、4つに切った折り紙を紫色の折り紙の真ん中に貼ります。色鉛筆で塗るよりも鮮やかにできます。もう一つはお花紙を使う方法です。お花紙は薄いので折り紙の方に糊をつけて貼ってください。花の作り方は3種類とも全く同じです。まず真ん中より少し離れたところを切り取ります。黄色が見えるように折ったら、今度は途中まで切り込みを入れます。これを開いて花びらを折っていきます。まっすぐ下に折ります。真ん中が開く場合もありますが、まっすぐに折れば大丈夫です。指を間に入れて開くと花びらが開いていきます。最後に先の部分です。裏返して折り返します。この時に糊を少しつけておくといいでしょう。尖った部分を上に突き出すように折って完成です。切り取ったところに黄色い色がつくとぐっと鮮やかに見えます。茎は緑の画用紙をまっすぐに切ってください。葉っぱは先が細くなるように切ります。1回切るごとに色画用紙を裏返していくといいです。葉っぱに折り筋をつけるときはハサミを開いて柄の部分に人差し指を当て、指で押さえながらなぞっていきます。葉っぱは右向きと左向きを作ってください。軽くつまむようにして折り筋をつけましょう。これを組み合わせていきます。まずめくって茎を張ったら、次に根元の方に葉っぱを張ります。2枚目の葉っぱは1枚目より少しずらして張ります。はみ出すようならハサミで切ってください。これで出来上がりです。たくさん作ってお花畑にしましょう。葉っぱも余分に作っておいて足すといいでしょう。藤の花などと組み合わせて壁面を飾ってください。